ハッセルブラッド中盤カメラは120フィルム、220フィルムを使用する写真機の総称である。日本においてのみブローニーカメラ、ブローニーファンカメラとも呼ぶが、コダックの写真機ブローニーのすべてが中盤カメラの範疇に入るわけではない。中盤デジタルカメラについても、本校の不死、中盤デジタルカメラで扱う。最初の中盤カメラ、ナンバーにブローニー。 一般的に多く使われている 35mm 幅の135フィルムを使用するカメラに比べると大きく重くなるが画質の良さからプロやハイアマチュアに使われている。また過去には116フィルムや620フィルムを使用するカメラなども中盤カメラとして扱われていた。 135フィルムを使用するカメラと、大番カメラの中間のフィルムサイズのカメラという意味では、127フィルムのカメラもその範囲に入る。ホルガなど120フィルムを使用する、トイカメラも、一応は、中盤カメラとして分類することができる。集合写真やスタジオでの人物、商品撮影、風景写真、拙写による、資料複製など、 オーバンカメラを使用するほどではない場合や、オーバンカメラを持ち出せない場所での撮影で高画質を求める用途では幅広く使われており、各種用途に適したカメラが市場に存在する。重くて使いづらいイメージで一般のアマチュア写真家から敬遠されてきたが、近年ではオートフォーカスや自動露出機能を搭載し自動化が進んだ簡便に撮影できるものや、 軽量な製品も出てきている。フィルムカメラ全体の動向と同じく、デジタルカメラの普及などにより、中盤カメラも縮小の傾向にある。しかし、ライカバンを代表とする小板と比較すると引き伸ばしの倍率が低くて済むことによる高画質があり、一方、大板カメラと比較すると、シートフィルムではなく、ロールフィルムを使えることによる気軽さや、傾向性。 取り回しの良さがある。このため、ライカ版がデジタルカメラに一掃されたことと比較するとある程度の競争力があり、根強い支持を受け続けている。ただし、トイカメラ以外のフィルムカメラの製造は世界的に終了している。120フィルム、または220フィルムによる、6 4 5トル版、6 6トル版、6 7トル版、 68cm 版、69cm 版、62cm 版、67cm 版等各種のフォーマットがある。またマスクやマガジン等により、複数のフォーマットが使用できたり、ごく一部には 35mm 版と兼用できるカメラもある。135フィルムのパーフォレーション等を無視して、中盤カメラで、オーバーサイズで撮影するという提案もある。 工述するデジタル中盤カメラでは、2016年、現在、約 44mm、約 33mm、前後の半径が多い。多種多様な形態があるが、主なものを挙げる。フィルムを縦送りする、バックエンドモジュールが付くような構造のタイプと、135フィルム用一眼レフをそのまま大型化したような、タイプがある。二眼レフカメラはその多くが中盤である。 1950年代までは普及カメラといえばにガンレフだった。大盤から中盤にかけて存在するカメラの形態で半径に応じた大きさではあるものの、プレスの名の通り新聞を主とする報道写真用として機動性を重要視したカメラで3 5ト、mm、ルカメラに変わられるまではその分野では主役であった。日本メーカーの製品ではマミアプレスや マーシャルプレスなど、レンジファインダーカメラもある。スプリングカメラが多いが、レンズシャッターや、距離系の連動は、機械式の時代には設計者を悩ませてきた。過去には3 5ト、mm、ルカメラほどの精度が、必要ない点や、密着焼きでも手頃なサイズのプリントが得られることも、あって広まったタイプだが、DPE サービスの普及などで、過去のものとなった。 現代のトイカメラのホルガなどはこの系譜と言えようか、主な中盤カメラの一覧である。中盤デジタルカメラとしては、中盤フィルムカメラのシステムをそのまま、デジタルバック等で継承するもの、システムのうち、レンズ交換式中盤フィルムカメラなどのマウント等のインターフェースを継承していくつかの部分は、新設計としたもの、ミラーレス一眼カメラ等の形式で全く新しく、 設計されたもの、などがある。業務用カメラの中でも最高峰の製品群で、特に高精細な画像が必要な場合に用いられる。極めて値段が高いため一般的な店舗では取り扱っておらず、製品カテゴリー自体が広く知られていない。通常中盤カメラのような画質や、ボケ効果は、必要ないため、プロのカメラマンでも所有者は、ごくわずかである。 中盤デジタルカメラのイメージセンサーのサイズは2016年現在フィルムカメラにおける120フィルムの撮影幅をベースとした 60mm 系列よりも小さいものがほとんどであり約 44mm 約 33mm のものが多くその意味では中盤の後はイメージセンサーのサイズが大カバンより大きいといったような意味になっている これが一時的なもので、今後フィルムのそれと、同程度のサイズまで拡大されたものがメジャーとなるのか、約 44mm、約 33mm が、新しいデファクトスタンダードとして定着するのか、は、未来のことで不明瞭である。ともあれ、いわゆる、フルサイズより大きくかつ、画素数も多く、それゆえ価格も相応に高価だが、高画質、高詳細。 大きなイメージセンサーによるボケ効果などを求めた需要に対し供給されているものと見られる。A0 サイズの印刷でもノイズが見えないほどに高画質であるが通常はそこまでの画質が要求されないため需要は少ないと言える。ペンタックス 645D ありがとうございます。